皆さんこんにちは。本日はですね、行政書士試験合格者向けに、行政書士から予備試験、法律を深く学習するというお話をさせていただきます。お話しいたしますのは東京リーガルマインドの専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。まずはね、行政書士試験合格おめでとうございます。たくさん勉強してたくさんご苦労されたと思います。でね、受かった瞬間にさらに勉強かってことなんですけど、受かった瞬間の方がね、知識が厚いんですね。その厚い知識を生かしてぜひね、予備試験、司法試験とステップアップしていただきたいと思っております。で、行政書士合格本当におめでたい、実務にも出れるんですけど、ぜひね、実務と並行して予備試験受けて司法試験、今司法試験はロースクールコースと予備試験コースがあります。ロースクールは大学院で2年、寄修者だったら2年行って、そこ修了すれば司法試験を受けられるようになる。一方、予備試験という試験を受かれば、これすぐに司法試験を受けられるので、こっちがおすすめです。働きながらも予備試験できます。で、なんで予備試験司法試験を受けるか、メリット、やっぱね、行政書士行政手続きできますけど、行政手続きもできる弁護士の方が幅が広がります。さらにね、弁護士になってると行政書士さんとの付き合いもあるんですけど、やっぱりこれ民事で歯がゆい思いをしない。行政書士っていうのはですね、民事業務もできる部分はあるんですが、実はすごく狭いんですね。例えば、行政書士は揉めないうちは遺産分割協議書の作成ができる。民法で遺産分割協議でやったと思います。相続の時、親が亡くなって兄弟2人、土地を分ける、どう分けようか、真っ二つにして分けてもいいし、片っぽ土地で片っぽお金でもいいし、いろんな分け方がある。全部売っちゃって金額を2等分でもいい。で、それは遺産分割協議書って形にまとめて、これをもとにね、不動産の登記をしたりするんです。で、行政書士はね、遺産分割協議書の作成できるんですけど、これ揉めないうちという大前提があります。揉めない人たち同士で、じゃあこうしようっていう紙を作ることはできるんですけど、揉めた瞬間にこれね、行政書士やったらダメなんですよ。これやっちゃったら犯罪です。弁護士法違反。他人の紛争に介入できるのは日本では弁護士だけなんですね。で、揉めた瞬間にできなくなる。一方で弁護士っていうのは、揉めても話し合いを取り持ったり、あるいは裁判所を通じた遺産分割調停っていうのをやったり、いろんな手続きができるようになります。やっぱね、民事の一部しかできないんだったら仕事の幅少ないので、全部できるようになりましょう。これが弁護士の資格を取るメリットです。あと、やっぱり行政書士試験の知識があるうちにステップアップを図る。今です、知識が熱いうちに今やりましょう。あと、やっぱり行政書士試験と共通科目が多いんですね。じゃあ次のページ行きましょう。予備試験の司法試験の科目、これ大雑把に言うと、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、民事実務科目、刑事実務科目、一般教養、選択科目、労働法や倒産法など。行政書士試験と共通の部分は太字にしておきました。憲法、行政法、民法、商法、一般教養、これが共通科目になります。で、やはりね、行政書士試験、その中でも行政法と民法、これがたくさん出ますし、重点的にやられた方も多いと思います。一方で、商法なんかは捨て科目にした方もいらっしゃるんじゃないかなと。やっぱり量がありまして難しいからね、と思います。で、このなんだかんだ言って5科目が重なって、憲法、行政法、民法、商法、特に行政法と民法ですね、この4科目は基礎ができているので学習に入りやすいです。あと、一般教養科目、予備試験の一般教養と行政書士の一般教養は出る分野が違うんですけど、やっぱり文章の読解とか一部重なる分野もあります。ただね、注意点です。行政書士試験と司法試験、やっぱりね、深み違います。司法試験の方が深く理解しなきゃいけません。例えば行政書士試験の場合、憲法で猿払事件っていう有名判例やったと思います。で、おそらく行政書士試験ではね、もちろんもっと深く押さえている方もいらっしゃると思いますけど、基本的に事案、どういう事件か、あるいは判例どういうことを言ってるか、これを押さえればおそらく点数取れたと思います。ただ司法試験はこの事案と判旨を押さえた上で、さらにね、判例の射程って言って、この猿払事件の基準がどこの事件まで適用されて、どこの事件から適用されないのか、この判例の射程とか、あるいは学説からの批判、こんなものも抑えていく、かなり深い勉強をしなければなりません。あと、やっぱ論文試験があり、それが中心になります。で、次ですね、もう行政書士と予備試験の学習法の違いです。
行政書士はこれ担当重視です。もちろん記述問題もありますからね。あとやっぱり科目間にメリハリがあって民法と行政法はいっぱい出るけど憲法はちょっと少ないとかね、そういうのがあります。しかしながら司法試験はやっぱ論文重視で、各科目は基本的に同一判定なので、行政法より民法を勉強した方がいいとかそういうことないんですね。で、司法試験はやっぱりね、ある程度苦手分野を苦手科目作らずに全部まんべんなく勉強していくっていうのが必要ですし、あと論文なんで書く練習もたくさん必要なのでね、予備校とか利用してできればね、論文とかを書く書き方を身につけていただいた方が、合格は早いです。で、これね、やっぱ行政書士受かったなら憲法、民法、行政法、商法の基礎ができているので、知識温かいうちにね、ぜひ受けていただきたいと思っております。行政書士試験と予備試験、司法試験の違いを抑えてぜひステップアップしましょう。そしてですね、実はこの動画を見てくれた方は、なんとですね、レクから司法試験講座を受けたら、まあ、特典があるみたいですね。 おそらく行政書士合格者だけでしょうけど、ちょっと詳細わからないんですけど、割引とかもありますので、ぜひご検討ください。それではご清聴ありがとうございました。